西東京バス五日市営業所下町車庫五日市営業所の飛び地車庫西東京バス五日市営業所は東京都あきる野市韓国大24に所在する西東京バスの営業所であるシャバンの営業所記号は C。武蔵五日市駅前の日原街道沿いに位置し、あきる野市、ふ佐さしを中心に八王子市、西多摩郡日の出町。 日バ村を所轄エリアに持つ。駅前バスターミナルを隔てた北側のあきる野市韓国台25に飛び地の車庫がある。あきる野市五日市70の五日市停留所に下町車庫がある。現在の五日市営業所は1996年7月6日の武蔵五日市駅の駅舎高架化により駅前に移転し新設されたもので、それまでは 下町車庫が五日市営業所であった。現在でも、整備工場は下町車庫にあり、給油、洗車も下町車庫で行われる。また管轄下に、日川車庫及び併設の日川工場がある。西東京バス発足にあたり合併した三社のうち、豪王自動車を前進とする。奈良原町バス停は奈良原営業所の最寄り停留所。京王八王子駅。 JR 八王子駅から奈良原町、上川霊園、武蔵五日市駅方面へ向かう。ほぼ全線で、東京都道32号、八王子五日市線を経由する。820もかつては、五日市停留所が終点であった。2008年4月1日、820に、帝京八王子高校入口停留所を新設。これにより、帝京八王子高校経由便は、 すべてで高校前ロータリーへの乗り入れが廃止された。京王八王子駅武蔵五日市駅まで直通する、820は1時間に1本程度である。536のうち、武蔵五日市駅発上川霊園2期は、上川霊園において、京王八王子駅機に連絡している。2020年4月1日のダイヤ改正で、今熊を発着とした824が廃止されたが、 820が存続するため、停留所の廃止はない。京王八王子駅から秋川街道を経て、奈良原町までは820や823と重複し、その先で高尾街道に入り、都府機方面へと向かう路線である。かつては、830とサマーランド泊まりの831が主力で、サマーランド泊まりの831は奈良原管轄。830は、 時間帯によって、飛ぶ木へうったり館や、サマーランドを経由しない便が存在していたが、ダイヤ改正による、相次ぐ、路線再編を伴って、現在の形になる。秋61、秋62、秋63は2016年3月26日、新設。秋63は、比例8系統の出入小便である。秋62は、 川辺駅南口まで運行していたレジャーショッピングライナーの路線をイオンノール日の出で分割しサマーランドを経由せず甘い方面へと切り替えた路線であり土休日のみの運行となっている2008年4月16日玉スを梅営業所から移管された副20は曜日に関係なく1日4本福21は平日のみ片道1本 福22は2007年9月1日に新設。福23は2008年4月1日に、秋02を延伸して新設した。2009年9月1日、秋る医療センターを経由しない福26を新設したが、こちらは早朝、夜間のみ運行。2015年4月1日、福22.26の 日の出折り返し媒生を、武蔵五日市駅まで延伸する形で、副27.28が新設された。2016年3月26日、副25新設。福っさ西口から、東秋川橋間は、拝島駅発着の月01高月03、系統と、並行する。拝島駅発着の方が需要があるからか、 ふっさ発着の二24は1日3本の運行である。2009年12月1日、530で通常の大学運賃収受のシニアバスを運行開始。2015年4月1日のダイヤ改正で、ふっさい日口を発着する循環路線の533を新設。2016年3月26日のダイヤ改正で、537を新設。 また同日より、五四十の系統番号が付与され、朝一便が増便された。深夜は、五日一線の終電以降に運行している。日の木五十二、除籍済み2009年4月1日、57.085を統合して、日の木五十二を新設した。外四五橋から上洋沢間は、4月1日から11月30日の、土休日を除き自由上降区間である。 車両は小型車の日のポンチョが使用される。武蔵五日市駅からカズマ方面へ向かう。系統番号、滝と、里は原井沢の滝入り口を経由するが、里はひばる村の複合公共施設、安らぎの里のを経由する。1時間30分に1本程度の運行で、本数は少ない。ただし武蔵五日市駅元宿役場前までは、工術の小岩で、 富士倉方面と合わせて1時間に1本もしくは2本の運行がある。元宿役場前からスーバは4月1日から11月30日の土休日を除き自由乗降区間である。スーバで都民の森港に接続する便があるが都民の森港は季節運行なので運休日は接続しない。観光シーズンはハイカーで混雑するため続行便が運行されることもある。 補助金を受けて運行されている系統である。こちらも、カズマ方面と同じく、1時間30分に1本程度の、本数で、本数は少ない。カズマ方面と、同じく補助金で運行されている系統である。原井沢の滝入口、藤倉間は、4月1日から11月30日の、土休日を除き自由乗降区間である。青春号520では、トレーラーバス。 青春号を使用する便もある。毎週火曜日はつるつる温泉が休業のためすべての便が521の松尾止まりとなる。舗装松尾間は4月1日から11月30日の土休日を除き自由乗降区間である。東京都ひばる都民の森行きの急行路線。都民の森一馬は運賃無料。詳細は 都民の森公式ウェブサイトの交通案内を参照。季節運行の路線で、運行期間は、以下の通り。2022年4月町民専用バスを廃止し、愛称とルートなどを見直しし誰でも乗れる、コミュニティバス化の予定をしている2003年に多摩バス、音型営業所へ統合された旧、日の営業所から、特定輸送事業を引き継ぎ、送迎バスの運行を行ってきた。 帝京八王子中学校、高等学校のスクールバス、西多摩霊園のシャトルバスなどの運行を受託していた。帝京八王子中学校、高校のスクールバスは、他の事業者が受託し、西多摩霊園のシャトルバスは、大梅営業所に移管されている。1995年までは、日野自動車の車両を採用しており、大梅営業所と同様に、富士重工業製 ボディカソーの日のブルーリボン HT が多数在籍していた。1983年からは中型車の日のレインボー RJ を導入。1989年には小型車の日のレインボー RB を導入している。2001年には小型ノンステップバスの日のレインボー HR を1台導入。翌2002年からは中型長尺ノンステップバスのレインボー HR が 大量導入され、大型ツーステップバスを置き換えて、主力となったが、2016年に、レインボー HRK は全廃している。小型車は、2000年のルノバス運行開始時に、専用車として、日の、リエッセが1台導入された。また中古導入で、西東京バスカラーのリエッセが1台在籍し、ルノバス予備車として使用されていたが、大梅営業所に転属した。 現在は、日野、ポンチョが、ルノバス専用車と、西東京バスカラーで在籍する。1995年からは、西東京バスの他の営業所と同様に、日産ディーゼル製の車両が導入されるようになり、2006年までは、ノンステップ車の日産ディーゼルスペースランナー RA や、日産ディーゼルスペースランナー RM が多く、 在籍していたが、西東京バスを埋め営業所への路線移管により、ほとんどが、奈良原営業所へ転属した。代わりに、小型車の日産ディーゼル RN が転属してきたが、現在は、全車除籍されている。2019年11月30日のラストランを、持って、除籍された、スペースランナー UAK の C5300 には、多摩バスカラーであったものの西東京バスとして、 最後の富士重工業製ボディ仮装をした車両であった。2013年3月中旬、車体に運行エリアの一つである、ヒバル村の観光を PR するデザインが、施されたイスズエルガハイブリッドが一台導入された。エルガハイブリッドの導入を皮切りに、新車導入や転属によって、イスズ自動車製のエルガも在籍するようになった。 そのため他の営業所と差異のない車両配置となり、日のブルーリボン2や日のレインボー2が中心となっている。当営業所の車両で最も特筆すべきものは蒸気機関車をモデルに日のレンジャーを改造したトレーラーバス青春号でツルツル温泉方面で運行している。トレーラーバスによる定期運行としては現在日本で唯一のものである。 1996年に導入された初代は、排出ガス規制のため、2007年9月17日を、最後に、日の出号とともに運行を終了した。同年11月30日に、東京特殊車体火装による2代目が登場した。なお、初代青春号の先頭車は、当初1ナンバー登録であった。5日市時刻表、バス停検索、京王バス、 西東京バスバスナビ .com2020 年5月19日閲覧 ABCDEF 運行系統を大幅に変更します3月26日ダイヤ改正西東京バス株式会社2016年4月4日閲覧周期ダイヤ改正のお知らせ西東京バス株式会社2009年8月31日閲覧 AB 4月1日ダイヤ改正を実施いたします。西東京バス株式会社。2015年3月31日閲覧。2009年4月1日ダイヤ改正について。西東京バス株式会社。2012年3月31日閲覧。交通案内。東京都ヒバルト民の森。2020年5月19日閲覧。ルノバス。飽き野市。 2020年5月19日閲覧。AB 社会制、報告コミュニティバス慶応グループ安全、社会、環境報告書 2008CSR レポート、慶応電鉄公式サイト、ひばる村方面への路線バスダイヤ改正のお知らせ。西東京バス株式会社。2012年8月31日閲覧。2012年4月1日。 ダイヤ改正のお知らせにつきまして。西東京バス株式会社。2012年3月31日閲覧。スクールバス。提京八王子中学校、高等学校。2020年5月19日閲覧。東京都日野原村にハイブリッドバスが走ります。西東京バス株式会社。2013年3月12日閲覧。 ジョイフルバストピックトレーラーの機関車型、バス東京特殊車体、株式会社 PSG 発売の幼児向け DVD、自動車大好き人や物を運ぶ車には、1ナンバー時代の映像が収録されている。ただし、ジャケット写真の三菱不装、エアロキングの下に小さく映し出されている、トレーラーバスは、後に2ナンバー登録へ変更した後のものである。ありがとうございます。